アウェーの水戸ですけれども、前節はホームで琉球と戦いました。0対2の敗戦。秋葉監督は 3-4-2-1 のシステム。ホームの東京ヴェルディ、左エンド、右にエンド、白いユニフォーム、アウェー水戸ホーリーホックです。ババ深堀です。中山とワンツー、深堀入ってきた、シュート、マテウス足残した、こぼれて中山。まあまあこの辺り2人ともストライカーの動きですよね。高い位置で奪いました。戻してワンタッチ、真ん中倒れますが、後ろからのシュート、こぼれた、ヘディング、もう一本、もう一本押し込んだ、先制、水戸ホーリーホック。決めたのは鈴木義武です。守り選手ですか、この後、はい、これ結構難しいですよね。キーパー前にマテウス選手もいますし、まあ叩きつけるっていうのが基本だという。中山から左、うん、いいタッチ、富山、深堀が裏を狙う、深堀だ、いやこぼれて松崎、折り返す、こぼれている、いや入りません。今のやつですね、ずっと言ってる、富山選手本当にね。住吉のタックルかわして、藤田、ジョエル千葉、スルーパス、山下、山下のシュートだ、うん、3対2ですからね。これでどういう風に点を取っていくのか。山谷左アンド、山谷自分で行った、いやよくね、ああいう本当3対2の攻撃の練習とかするんですよね。37歳近藤直也と佐藤、チャンス、佐藤のシュートだ、強度落ちません水戸、それを剥がした、うん、チャンスになる山下、中大久保、山下入れる、森田にこぼれて、森田が来る、森田だ、いやまあでもね、住吉選手もこうやって大久保選手と対決できて嬉しいんじゃないですかね、はい、山下が流れてきた、山下、山下折り返し、チャンスだ、こぼれて大久保、いや絶好機でした、大久保嘉人、近藤直也巻いてくる、近藤のところこぼれてくる、頭落として詰めた、オフサイド、キーパー止めました、新川、試合終了、水戸競り勝ちました。